So that tour went for like 120 shows, and this tour is about 151 shows. So even 3 years later, I'm still going to more places, places I've never been. Every time I decide to go on tour, I try and go to a new area, somewhere I've never been, because I still feel like there are people to see and play to and that have never seen me, and audiences to win over. So like coming up for our last leg for the Prismatic World Tour, we私は小さな頃から家が貧乏で、好きなものなど全く買ってもらえなかった家庭だった。そのこともあってか、私は年を重ねるごとに物欲が強くなっていった。もっとおしゃれな服が欲しい。時計、カバン、ネイル、靴。次第に普通のアルバイトだけでは収まりがきかずに、ある時決心をしたんだ。夜の世界に出よう。生まれて初めての一人暮らし。右も左もわからない中、あるお店に入った。入店当初は思い描いていた華やかな世界とは違い、多くのストレスと寝不足が続く毎日だった。だけど実家を飛び出してきた分、後に引けなかった私はがむしゃらに働いた。そんなある日、私はあるお客さんに悩まされていた。金払いはいいものの、ことあるごとにやらせろだの、俺に惚れてるだの、うざいやつ。酒癖も悪く、荒っぽい乱暴者。連絡も頻繁に来る。もうどうしていいか分からずに、若干鬱になっていた時、地元の元彼だった子から一本の電話が。その内容は同窓会の誘いだったんだけど、思わず今まで我慢していた悩みや愚痴をその子に話してしまった。ごめんね、久しぶりの電話なのにこんな愚痴っちゃって。ほんと気分悪いよね、ごめん。なんだか急に虚しくなって涙がポロポロと流れてきた。そんな時に話してくれた彼の一言は今でも鮮明に覚えています。ゆくちゃんには涙は似合わへんし、笑顔でいてほしいから、俺でよければいつでも包み込んであげるよ。 Please repeat after me. ゆくちゃんには涙は似合わへんし、笑顔でいてほしいから、俺でよければいつでも包み込んであげるよ。